に来るったらあれしないわ。まあ少し落ち着きなよ。せっかく新しい章に入ったのにいきなり怒ってるノワールから始まるってのはさ。何わけわかんないこと言ってるのよ。ねえブルルート、あなただって腹立たしいと思うわよね。私に聞かれても困る。困るじゃないわよ。私が思うわよねって聞いてるんだから、思いますって答えればいいの。ふえー、むちゃくちゃだよ。そんなにひどいんですか？七賢人やルイの妨害工作というのは。妨害工作なんて立派なものじゃないわ。ただの嫌がらせよ。普通の CD を黒く塗ってうちのソフトだって露店販売したりとか、展示品のコントローラーの差し込み口に爪楊枝を並べて刺したりとか。それは確かに嫌がらせですね。そんなレベルの妨害を国中のあっちからこっちでひっきりなしに続けるんだから。まったくふざけるんじゃないわよ。女神のくせに七賢人なんかと手を結んだりして。ねえ、そう思うでしょ？思います。ノワールが怒ってるのはよくわかったけどさ、まだルビーの仕業だって決まったわけじゃん。何言ってんのよ。前に七賢人のやつが自分の口でルビーと組んでるって言ってたじゃない。それはそうだけど、やっぱり私には信じられないっていうか。それでノワールさん、今日はその愚痴を言うためだけにわざわざプラネティウムまで？私が来ちゃ悪いっていうの？いえ、決してそのようなことは。来てくれるのは嬉しいけど、怒られたり愚痴ばっかりなのは嫌かな。仕方ないでしょ。あなたたち以外に愚痴を言える相手なんて私には。何よ、やめて。そんな優しげな目で私を見ないで。そうだよね、ノワールだもんね。わかった、今日は心ゆくまで付き合ってあげるよ。ああそう、そう言ってくれるなら存分に付き合ってもらおうかしらね。あれ、いつものノワールならこういういじり方したらムキになるのに。それだけ怒りが強いのでしょうね。私もうやだ。だいたいね、他国の妨害をしようって根性が気に入らないのよ。他の国の方が優れてるって思ったら負けじと自分の国を盛り立てる、それが正しい女神のあり方なんじゃないの？そうですね。他国に負けたくないってプライドだけはあるくせに、そのためには手段を選ばないなんて。なんでそんな女神が治める国がずっと昔から存在していられるのよ。不思議でしょうがないわ。そうですね。はあ、プラネティウムはいいわよね。何も手出しされてなくて。あなたたちがもう少ししっかりしてれば、ラステーションへの嫌がらせだって分散されてたかもしれないのに。あのさあ、ノワールちゃんさあ。割り込まないでよ、まだ話の途中よ。だってせっかく遊びに来てくれたと思ったのに、ずーっとぐち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 。だから聞いてくれたっていいでしょ。他に聞いてくれる人いないんだから。あれ、パルル、なんか目が座ってる？あ、これは良くないですね。でも、そんな話ばっかりされても、私は全然楽しくないし。話だけで済むんだからいいでしょ？私は実際そういう目に遭ってるのよ。ノワール、もうその辺にしておいた方がいいんじゃないかな。あなたまで邪魔するの？そうではありません。ほら、ブルルートさんの様子が。それはわかるけど、なんていうか、
聞いててイライラするっていうか。え？あ、ごめんなさい。確かに言い過ぎたわ。謝るから許してね。ノワールちゃんがそんなに頭に来てるんだったら。ああストップ、待って待って待って。 B ボタン連打、進化キャンセル。私お茶のおかわりを入れてきますね。ああ、ずるい、一人で逃げた。いつまでもこんなとこで文句言ってないで。直接本人に言ってやればいいんじゃないかしらね。くわー、出てきちゃった。ブルルータ様、お許しを。どうか怒りをお鎮めください。ねえネプちゃん、なんでございましょうか。私ノワールちゃんと二人っきりでお話ししたいから。悪いけどどこかに行っててくれるかしら。あ、いいの？それじゃあ喜んで、ピュー。え、ちょっと、私一人だけ置いてくなんて。待って。さーて、それじゃあゆっくりお話ししましょうか。一人じゃ文句も言いに行けない。臆病でチキンで腰抜けでふぬけでヘタレで肝っ玉の小さいノワールちゃんにはたっぷりお説教してあげなくちゃね。それからかれこれ2時間が経過したわけですが、悲鳴が聞こえなくなりましたね。終わったんでしょうか。どうだろう、イース、様子見てきてよ。嫌ですよ、ネプチューヌさんが言ってください。私だって嫌だよ。イースならちっちゃいからこっそり見てこれるでしょ。ちっちゃい分なんかされた時のダメージが大きいんです。一撃で致命傷なんですよ。二人とも、いつまでお外にいるの？ネプ、ブルル、元に戻ってる。よかった。あの、ノワールさんはどうされていますか？ノワールちゃんなら、ここに、上に行きます。ネププーノワールさん、目の焦点がなんかおかしなことになってませんか。ルウィーに行きます。直接文句言ってきます。ルウィーに行きます。わわわわ、壊れたレコーダーみたいになっちゃってる。一体どんなことをすれば人がこんな風に。命に別状はなさそうですが、ノワールさん、しっかりしてください。ノワールちゃん、ルウィーに行くんだって。あたしたちも一緒に行くよね、ネプちゃん。うん、もちろんだよ。逆らえない。逆らったらきっと私もノワールと同じ目に。やったー、3人でお出かけだ。楽しみ。できます、ルウィーに行きます。さて、ルウィーに行くのはいいんだけど。行きます、できます、行きます、できます。ノワールがこれじゃ今すぐは無理だよね。ノワールちゃんってば、早くお出かけしたいのに。こうしたのはプルルートさんですけどね。まあしょうがないね。ノワールが治るまで適当に時間潰してよっか。